斉藤さんと生駒さんは信長先生と同居か。その時点で不利だよね。でもまあ、空手では眉が勝ってるしね。生父も触らせたし、その線で攻めていけば。アンナちゃん、そのことはもう。それにしても、あの時のあれは何だったんだろう。信長先生に胸を触られた後、誰かの声が頭に響いて、ものすごく幸せな気持ちが湧き上がってきた。また触られたいな。あ、いいね、やる気満々。あ、